今回は、弾丸論破の次回作の作り方を思いついた。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。スパイクチューンソフトではない会社からもちろんスパチューン公認の上で発売して、物語終盤で明かされる真実が公式が終わったのに、それでも受け入れられないファンが勝手に作った二次創作弾丸論破というのはどうだろう。 V3 の結末すら利用できる形としてはこれがいいんじゃないかと。そんなややこしい真似するくらいなら批判覚悟で自社で出せと言いたい。そもそも小高的には弾丸論破 IP 終わらせたつもりないっぽいぞ。 V3 の後どういう形で続編出せるのか理解不能だけど、ちらっと思ったけど、この理屈で弾丸論破メーカーとか出してくれたら面白いなって思ったっすね。同じこと考えたことあるシリーズがたくさん作られてるっていう設定にも合ってるし、いいと思う。普通に別世界線設定でやればいいだけだと思うが、超高校級たちの殺し合い、学級裁判、モノクマがさえあれば論破らしさは出るでしょ。 V3 の時に出てきた4と違うタイトルで出して世界線が分岐した感じにするとか。 V3 過激派なんで世界線別とか説明しても論破続編出されたらなえる。いやもう今までの話全部リセットして、シンプルに全く別世界線の話ってことにすればいいと思う。V3 はレインコード世界の番組ということにしよう。世界探偵機構なんてものが存在する程度には治安悪いからありえるだろ。そういう設定の二次創作的なのならありだけど、 V3 は何が真実で何が嘘なのかはプレイした人の解釈に委ねるって形がいいのに、公式が答え合わせしたら台無しでしょ。アニメさんの BBQ の過ち繰り返す気か。インディーゲームであの有名作品に影響を受けて作られたゲームっていうのよく見るけど、そういうので弾丸論破のほぼパクリみたいな作品は出てこないのかな。どんでん返しとかストーリーとか考えるのクソ面倒くさそうだからな。ゲーム自体は閉鎖空間で紙芝居方式だから、そこまで作るのは難しくなさそうなんだが、個性あるキャラ16人分のイラストとボイス、殺しの動機とトリック投資を規模化、告知合いの理由と舞台設定、ストーリーと最後のオチリスペクトして作るにもハードル高すぎる。参加者が巻き込まれ方のデスゲームって、メンバーが選ばれた理由とか黒幕の目的、外からの助けが来ないわけなんかを考えるのが難しいんだよな。それに舞台に結構縛りがついてるから、やれる事件が限られてくるのもね。それこそレインコードは論破ではできなさそうな事件が多かった。なんか一時期ポコポコ出てなかった弾丸論破インスパイアゲーム、君が死ねとか狼ゲームとか探偵撲滅とか影響受けてそうって聞いたやつだから、実際どのくらい似てるのかは知らんけど。狼ゲームや探偵撲滅は知らないけど、君が死ねは人狼ゲーム的な役職が各キャラに振り分けられて、その中に釣られたら自分とあともう一人を選んで脱出できる役職とか、釣ったら問答無用で全員死亡の役職があるから、慎重に誰を釣るかを話し合う必要があって、それが弾論で例えるなら黒のいない学級裁判みたいな感じで、それ以外にもカットインとか諸々の要素が結構弾論意識した感じになってたよ。おそらくネタ切れだから V3 で完結したって意見をよく聞くけど、個人的にはまだまだやれるネタはあったはずだと思う。こういうキャラがとか、こういう事件が、こういう演出がとか、誰でも妄想しやすいからだし、ただラストのオチを考えるのはやっぱり難しいな。道中が面白かったらオチはありがちな感じでもいいんじゃないか。適当。 V3 で白金すら植え付けられた記憶で話してて、本当はにみたいにゲーム内で死んでて現実世界に出ていけたら V3 にも救いがあるんじゃないかと考えたことはあるが、サイハラや生き残り組の覚悟を思うと何とも言えない気持ちになる。 V4 54作目作らずに4作目作ればいいのでは。殺人が起こらない弾丸論破があってもいいと思ったんだけど、ダメかな。ありだとは思うけど、正直 V3 みたいにファンが求めてるのはスリリングな殺し合いだからな。作れてもスクールモード的なおまけでの裁判しか無理そう。レインコードやって弾丸論破って面白かったんだなって再確認した。実際数段に最初からやり直したし、弾丸論破の新作プレイしたいけど、俺らの手で弾丸論破を終わらせたんで続編出してほしくないというジレンマ。実際やるとしたら権利関係とかが死ぬほど面倒くさいことになりそう。もう江ノ島がやらかす前に死んだ世界線の話作った方が早そう。弾論は一緒に暮らしてた連中が殺されたり殺したりする衝撃がでかいんよな。普通の事件捜査ものじゃ味わえないスリルがある。正直レインコードじゃ弾丸論破の代わりにはならないね。レインコードは基本的に被害者も犯人もその章限りの使い捨てってパターンが過ぎるんだよな。そもそも推理物ってそういうものなんだ。むしろ弾丸論破外出なんだ。新規 IP 立ち上げる際せっかくだからとで路線変更したんだろうけど、正直あんま合わなかったんで、レインコード次回作あったらもうちょい弾丸論破方面に寄せてくれたら個人的に嬉しい。
レイコで猪島とかするのかなって数ミリくらい思ってたから名前ネタとセリフネタくらいで完全に別で作ったのは王と思った。それはそうと V3 の終わり方した分不可能ではないけど、いろいろ難しいよな論破のナンバリング。まあ最悪談論の終わりを受け入れられなかった過激ファンの連中が世界を滅ぼしてガチで殺し合いゲーム始めちゃいましたとかなら V3 の終わり方からでも繋げられるっちゃ繋げられるかな。だいぶ無理やりな展開だが、あとはもういっそのこと本当にこれまでのことをなかったことにするくらいしか。正直グッズだのソシャゲのコラボだのと集金展開続けてる以上 V3 のエンディングに意味がなくなるとかいう話は今更だと思うわ。全部リセットして何事もなかったかのように新作出してくれても全然 OK よ。いやむしろそうしろ。まあ V3 とレインコードの終わり方でどちらが続編作りやすいかと問われれば後者だよなって。論破はあの終わり方の後にそ知らぬ顔してナンバリングタイトル出すのはいろいろきついて。もしも論破シリーズの新作ほぼ同じような作品でも発表されたら新作だあ嬉しいって意見と、あれだけやっておいて新作出すなんてがっかりしたって意見のどっちが多くなるかな。個人的には新作嬉しいって気持ちが大きいけど、それでもネガティブなことも言いたくなる。もし過去作パラレルやるなら過去作リメイク出すって発表していざ発売したら全然展開違い回すみたいなことしてきそう。まあやってみてもいいんじゃない。自分が出資者なら絶対出したくない案だけど間違って成功するかもしれないし。謎迷宮じゃなくて学級裁判がやりたいんだわ。結局心は弾丸論破を求めてしまっているんだ。リメイクという名のほぼ新作やりたいなと思ったことがあるにまでのやつを V3 まで出たシステムで出してほしいし、脱落順とかトリックとか全部変えた感じでまあ無理だろうけど。単純に V3 のシステムで1やりたいは欲を言うと被害者加害者が別のルートがやりたい、最初に殺されたのが葉隠れだったルートとか。正直レインコードは残機ゼロとかワールズエンドクラブが爆死したからなのか、あからさまに弾丸論破に寄せてんなとは思った。まあそのと比べたら論破やってる感はあるよ。あのうちで冷めたユーザーがいるとかは置いといて、レインコードはその色とかレショードッキリとかシャドウリアル的なの考えても宣伝の段階から論破に合わせしたのは正解だと思ってる。特にレショードッキリとか新規 IP であれあるの普通に考えたら自殺行為だし、それ込みでもあれだけ華々しく宣伝しといて大半が冒頭でやっ殺してこいはひどいとは思うが。ってこともってきそうやな。弾丸論破 V に作って甘みを一生で死なせる。レインコードは血の色とかレーショードッキリとか初動売り上げ的なの考えても宣伝の段階から論破に合わせしたのは正解だと思ってる。V3 なんて53と比べたらレインコードは神ゲーだよ。あの 2.5D の独特の雰囲気が恋しい。殺し会えなくていいからお仕置きの時みたいなムービーや CG の一枚絵とかクライマックス推理の絵柄戻ってきてほしい。正直レインコードは読み込む際のロードでだれるわ、容量食いすぎていろいろ要素削られるわ、でフル 3D にしたり点をあんま感じんし。あと個人的に小死体の描写がリアルできつい。普通に俺はレインコードの続編を待ちわびてるけどね。レインコードの続編ももちろん欲しいけど、それはそれとして弾丸論破はほとんど別物なので、こっちはこっちで欲しい。正直イラストと人が死ぬタイプの推理物、なんかマスコットが出てくる、ミニゲームで話が進む、処刑、くらいしか共通項ない気がする。レインコードはレインコードで楽しかったから続編やりたい、ただじゃあもう弾丸論破はいいやというわけでもなく、論破もいつでもやりたい。絵柄はもちろんキャラクターのノリが論破と近い方だったからロスはある程度埋まったが、それはそうと別物なのでどっちもやりたい。 V3 の結末好きだから弾丸論破の続編出されたら正直しらけるんだけどな。いろいろ言いたいことや文句はあるけど、弾丸論破の後継として超探偵事件簿はシリーズ化してほしいわ。レインコードくんは続編云々よりまずロード改善した上で追加要素入れた完全版作ることから始めた方がいいんじゃないかな。